村上市の道の駅笹川流れにやってきました。夕日会館っていうのがありますね。でこれが JR の駅でしょうかね。駅ビルが道の駅になってるということでしょうね、きっと。トイレは24時間ご利用いただきますと。あ、手動でした。店内入りました。道の駅としてはちっちゃいですね。はい、はい、観光案内センター笹川流れのポスターがありました。日本百景名勝天然記念物だそうです。ここに地図ありますね。これさっきのがこれですね。で道の駅がここで、でこの辺が見どころみたいですね。遊覧船がここから出てこれを見に行くという感じだそうです。では2階行ってみます。こっちはレストランですね。あ、この上にも展望台があるそうです。うん、あ、そうやね。はい。こちらに海岸側に渡るための歩道橋のようですね。あそこ釣りしてますね。海めちゃめちゃ綺麗です。でもそんなにあそこ。では展望台に行ってみます。ガラス張り。あ、ガラス張りです。で外には出られないようです。ここ立ち入り禁止になってますね。なのでちょっと暑くていらないです。はい。では降りましょう。宴会場ですか。レストランメニューこんな感じですね。この地のりラーメンとか美味しそうですね。刺身定食、岩牡蠣定食